パラチオン、パラチオンは殺虫剤、打肉除薬の一つである。ジエチルパラチオンもしくはホリドール、ドイツバイエル社の商品名とも呼ばれる。スプレー剤の形で、麺、米、果樹に使用される。日本ではかつてに加盟中、シンクイムシ類に対する特効剤として知られた。この薬が植物体に浸透する性質があるためで、ある。さらにパラチオンは、 植物体内で酵素によって容易に分解されるため DDT や BHC のように長く残留しない。一般的に市販されている溶液は0.05から0.1%の濃度である。多くの食用となる作物に対して使用が禁じられている。非常に高い毒性を持つことおよび汚染源となることから2005年の時点で日本、欧州連合、スイス、ペルー、 地理など少なくとも18カ国以上において使用が禁止されている。日本では毒物及び劇物取締法により特定毒物に指定されており非常に厳重な規制がなされている。民生利用はほぼ不可能であり、研究目的での製造、使用にも観光庁への申請と認可が必要である。変異炎性、再規制、発言性を持つことが実験によって示されている。 哺乳類、蝶類、昆虫、水生動物に対して非常に有害である。かつて健康被害や生態学的被害が問題とされた結果、カルバメート、ピレスロイド、他の有機リン化合物など、より安全で毒性の低い多くの代替品が開発され、それらの使用に移行している。純粋なものは白色結晶だが、通常、散布されるのは腐った卵や、 ニンニクの匂いがする、茶褐色の液体である。多少不安定であり、太陽光にさらすと黒ずむ。アセトンアルコールエーテルに対しては火曜。水、石油類に対する溶解度は低い。人の LD は 10mg、kg 程度、マウスでは 6mg、kg 程度である。参考として、メタミドホスは、人の場合 30mg、kg 程度。訂正。 定量は資料を有機溶剤抽出した後、通常ガスクロマトグラフ、またはガスクロマトグラフ質量を分析系を用いて行う。高速液体クロマトグラフでも可能なようである。ただし、こういった農薬の定量分析については、公的データとして提出、発表するためには規定のシーケンスがあるため、通例はそちらに従う。 ドイツの企業複合体 IG ファルベンのゲルハルト、シュラーダーによって1944年に開発された。第二次世界大戦後に西側連合国がその特許を接種し、以後パラチオンは様々な企業から手術の商品で販売された。ドイツで最も知られた商品名は E605-2002 年以降である。これは食品添加物の E 番号とは関係なく E はドイツ語で、 開発番号を意味するインツイクランストナマーの頭文字である。1950年代には、西ドイツのが当時殺虫剤用に開発されたばかりの e 6 0号を用いた殺人を行い、その事件が評判を呼んだことで e 6 0号の使用が流行し、西ドイツでは20件以上の殺人と77件もの自殺騒動に e 6 0号が用いられた。 コリンエステラーゼ阻害剤として採用する。重要な酵素であるアセチルコリンエステラーゼの働きを阻害することにより、神経系を攪乱するとされる。皮膚や粘膜から、また経口摂取によっても吸収される。吸収されたパラチオンは即座に代謝されて、硫黄原子が酸素原子に置き換えられたパラオキソンとなるが、これが真の毒性原である。テップなどと異なり、 毒性はやや気候性となる。摂取すると、頭痛、痙攣、視覚異常、嘔吐、腹痛、激しい下痢、意識喪失、震え、呼吸困難、そして、排斥お及び呼吸停止などの症状が起きる。これらの症状は長く続くことが知られており、時には数ヶ月にも及ぶ。一般的に知られる、下毒剤はアトロピン及びプラリドキシム用カメチルである。 回復後数週間は、有機リン化合物に対する感受性が高まり、中毒を起こしやすくなる。そのため回復後しばらくはこれらの化合物との接触を厳重に回避する必要がある。パラジオン中毒は、早期に発見して下毒剤や人工呼吸などの処置を施せば致死率は高くない。呼吸困難や呼吸停止に陥った場合、低酸素症によって脳に、 高級的な損傷を受ける可能性がある。また、急性中毒症から回復しても、麻痺などの抹消神経障害が後遺症となることもある。パラジオンは自殺や計画的殺人に広く用いられてきた。後者の目的に使用されるのを避けるため、大部分のパラジオン製剤には警告色として青い色素が含まれている。安全性を確保するために取り扱いの際には、 保護手袋、防護服、有機ガス用フィルター付きマスクを着用する必要がある。使用後は速やかに体を洗う。製造工程においては、特によく換気を行い、許容曝露濃度を超えないよう常に空気を鮮度を確認し続けねばならない。パラジオンの作用は累積するので、作業者の血清アセチルコリンエステラーゼ活性を頻繁に測定することは安全性を確保する上で、 有効である。非政府組織、国際殺虫剤ネットワークによれば、パラチオンは最も危険な殺虫剤である。アメリカ合衆国に限っても、1966年以来650人以上の農業従事者が被害を受け、そのうち100人が死亡している。発展途上国においてはより多くの中毒患者が出ている。フーやパンなど多くの環境団体が 全世界での完全な使用禁止を求めている。日本では、かつて後半に使用されたが、相次ぐ中毒事故の発生や殺人事件の発生が、社会問題となり、1971年、昭和46年に、一般での使用が禁止された。毒物及び劇物取締法の特定毒物に指定されており、許可なく使用した場合は罰せられる。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。